三国志第134話「石壁の巻」出炉。10年語り合っても理解しえない人と人もあるし、一石の間に100年の知己となる人と人もある。玄徳と孔明とはお互いに一見窮地のごとき情を抱いた、いわゆる意気相許したというものであろう。孔明はやがて言った。もし将軍がお言葉のごとく、まことに私のようなものの愚論でもおとがめなく聞いてくださるとおっしゃるなら、いささか彰子にも所見がないわけでもありませんが、おお、願わくば忌憚なくこの際の方策をひれきしたまえ」と玄徳は襟を正す。官室の推徴大いがたしと見るや、関心排出内外を乱し、衆生はついに洛陽を捨て長安を逃れたまい、玉舎に塵を被ること2度。しかも我ら草莽の美臣どもは憂いども力及ばず、逆との衝決に任せて現状に至るという状態です。ただ今も失わないのは高校一辺の石心のみ。先生、この時代に処する計策は何としますか。孔明は言う。されば董卓の変この方、大小の豪傑は実に数えきれぬほど輩出しております。負けても河北の袁紹などはそのうちでも強大な最有力であったでしょう。ところが彼よりもはるかに実力もなければ年派も若い曹操に倒されました。弱者がかえって強者を倒す、これは天の時でしょうか、地の利にありましょうか。人の力、思想、経営、作戦、人望、あらゆる人の力によるところも多大です。その曹操は今や中原に臨んで天子を差し挟み、諸侯に礼して軍政二つながら全きを得、勢い旭日のごときものがあり、これと矛を争うことはけだし容易ではありません。いや、もう今日となっては彼と争うことはできないと言っても過言ではありますまい。ああ、時はすでに去ったでしょうか。いや、なおここで江南から江東地方を見る用があります。ここは孫権の地で、五種すなわち3姓をけみしており、国は堅楚で海山の山に富み、人民は一服して権能の進化多く、地盤全く決まっております。故に呉の力はそれを外交的に自己の力とすることは不可能ではないにしても、これを破って取ることはできません。いかにも。こう見てまいると、今や天下は曹操と孫権とに二分されて、南北いずれも規則を伸ばすことができないように考えられますが、しかしです。ただここにまだ両者の勢力のいずれにも属していないところがあります。それがこの慶州です。また益州です。おお、慶州の地たるや、まことに武を養い、文を起こすに足ります。指導、交通の要衝にあたり、南方とは貿易を営むの利もあり、北方からもよく資源を求めうるし、いわゆる天賦の地とも言いましょうか。加うるに今あなたにとってまたとなき行幸を天が授けていると言える理由は、この慶州の国主劉氷が優柔不断で、すでに老病の人たる上にその子劉貴劉宗も凡庸を頼むに足りないものばかりです。益州はどうかといえば、要害健康で長江の新流、万山の懐にはよくや広く、ここも将来を訳されている地方ですが、国主劉章は至って時代に暗く、性質もよくありません。要教ばっこし、人民は悪性にうめき、皆名君の出現を渇望しております。さあ、ここです。この慶州に起こり、益州を打ち、領州を固有して、天下に望まんか、初めて曹操とも対立することができましょう。ごとも、和戦両用の構えで外交することが可能です。さらに、関東一歩、関室の復興という希望もはや、知人の夢ではありません。その実現を期することができる。と、私は信じまする。孔明は再論して余すところなかった。各その抱負を人に語ったのはおそらく今日が初めてであろう。孔明の力説するところは平常の彼の持論たる品3分の K であった。一体我が大陸は広すぎるゆえに常にどこかで騒乱があり一波万波を呼び全土の災いとなる。これを統一するは容易でない。いわんや、今日においてはである。今、北に曹操があり、南に孫権ありとするも、慶州、益州の勢職54州はまだ決まっていない。ちと遅まきながら立つならば、この地方しかない。北に寄った曹操はすなわち、天の時を得たものであり、南の孫権は地の利を占めていると言えよう。将軍はよろしく人の輪を持ってそれに定則の形を取り持って天下3分の大奇運を起こすべきであると孔明は説くのであった。玄徳は思わず膝を打って「先生の諸説を伺い何かにわかに運務を開いてこの大陸のくまなき果てまで一望に体感されてきたような心地がします。益州の精兵を養って新戦に出る。ああ今まで無双もしていなかった」とその瞳は将来の希望と理想にはや燃えるようだった。この時孔明は童子を読んで「書庫にあるあの大きな軸を持ってきてご覧に入れよ」と命じた。やがて童子は自分の背よりも長い一軸を抱えてきて壁へかけた。勢職54州の地図である。それを指して「どうです天地の大は」と孔明は世上に血眼になっている人々の動向の小ささを笑った。が玄徳はここにただ一つのためらいを抱いた。それは慶州の劉表といい益州の劉章といいいずれも自分と同じ官室の宗親ですからその国を奪うに忍びません。いわゆる同族相攻めぐのそしりも免れますまい。という点であった。孔明の答えはそれに対してすこぶる明確なものだった。ご心配には及びません。と彼は断じるのである。劉表の寿命は早晩おのずから尽きるでしょう。彼の病はかなり厚いと常陽の猿以下から耳にしています。個室がなくてもすでに年が年ではありませんか。その子たちはこれまた言うに足りません。一方益州の劉章はなお健在なりとはいえその国政の乱れ人民の苦しみ、誰かそれを正すを仁義なしと言いましょう。むしろそういう途端の苦しみを除いて民度に福利と希望を与えてやるこそ将軍のご使命ではありませんか。しからずしてあなたが天下に誇号し、義業を向こうに回して定律を図る意義がどこにありまするか。一言のもとに玄徳は振幅してその猛を謝し、いや、よくわかりました。思うに愚夫玄徳の考えは、ことごとに大義と正義とを混同しているところから起こるものらしい。忽然と今悟られるものがあります。総じて皆人の持っている弱点です。将軍のみではありません。願わくはどうか。朝夕威爆にあって遠慮なくこの愚夫をお教えください。いや。と孔明は急に言葉を変えていった。今日いささか初心を述べたのは先頃からの失礼を詫びる孫子のみです。朝夕おそばにいるわけにはいきません。自分はやはり文を守ってここに成功をうどくしていたい。先生が立たれなければついに漢の天下は絶え果てましょう。ぜひ亡きことかな。と玄徳は落涙した。姿勢は人を動かさずに置かない。玄徳は天下のために泣くのであった。その涙は一個のためや小さい市場に流したものではない。孔明は沈思している風だったが、やがて唇を開くと静かに、しかし力強い語韻で言った。いや、お心のほどよくわかりました。もし長くお見捨てなくば、不肖ながら剣馬の労をとって共に微力を国事に尽くしましょう。聞くと玄徳は「ではそれがしのお兵に応じてご出路くださいますか。何かのご縁でしょう。将軍は私に巡り合うべく諸州をさまよい、私は将軍のお招きをかたじけのうすべく今日まで伝夜の炉に隠れて日の目を待っていたのかもしれません。あまりにうれしくて何やら夢のような心地がする。玄徳は関羽と張飛を呼んで子細を語り、また共に持たせてきた金箔の霊物を主従固めのお印ばかりにと孔明へ送った。孔明は辞して受けなかったが、体験を併すには礼儀もある。自分の志ばかりのものだからと言われて、ではありがたくいただきましょうと家庭の諸葛金にそれを納めさせた。孔明はそれとともに弟の金へこう言い含めた。大して才能もないこの身に対して劉公祝には三個の礼を尽くし、かつ過分な私職をもって自分を平せられた。生来の打夫も立たざるを得ぬではないか。兄はただいまより、すなわち公祝に付随して深夜の城へ行くであろう。汝は兄嫁を慈しみ僧侶を守って天の時を楽しむがよい。もし幸いにこうなり名を遂げる日もあれば、兄もまたここへ帰ってくるであろう。はい、その日の来るのを楽しみに留守をしております。金は謹んで兄の胸を領諾した。その夜、玄徳はここに一泊し、あくる日駒を並べて宗庵を立った。かくて丘を下ってくると、前の夜にこの詩を友の者が深夜に告げに行ったと見えて、迎えの車が村まで来ていた。玄徳は孔明と一つ車に乗り、深夜の城内へ帰る途中も親しげに語り合っていた。この時孔明は27歳、劉備玄徳は47であった。深夜に帰ってからも二人は眠るにも部屋を共にし、食事をするにも宅を別にしたことがない。昼夜天下を論じ、人物を評し、死を案じ、礼を工夫していた。孔明が深夜の兵力を見ると、わずか数千の兵しかない。財力も極めて乏しい。そこで劉備に勧めた。慶州は人口が少ないのでなく、実は戸籍に載っている人間が少ないのです。ですから劉表に勧めて戸防を整理し、遊民を菩薩に入れて、非常の際はすぐ兵籍に加えうるようにしなければいけません。と言った。また自分が保険の証人となって、南陽の富豪大政坊主から銭1000万貫を借り受け、これを密かに劉備の軍資金に回して、その内容を強化した。とまれ孔明の家柄というものは、その叔父だった人といい、また現在後に仕えている長兄の諸葛金といい、彼の妻孔子の実家といい、当時の名門に違いなかった。しかも孔明の誠実と真摯な人格だけは誰にも認められていたので、彼を威爆に加えた玄徳は、同時に彼のこの大きな背景と他方重い信用をも合わせて味方にしたわけである。遠大なる天下三分の計なるものは、もちろん玄徳と孔明の二人だけが胸に秘している大作で、当初はおもむろにこうしてその内容の充実を図りながら、北市中市の動き、また後世江南の時の流れを極めて慎重に眺めていたのであった。